こんにちは、私は CG の研究者です。人によってはあまり現実味のない写真や動画を見るとこれって CG っぽいよね、この女性は目が変だよ、絶対フォトショップされてるよとか言いますよね。私は CG の研究者です。なので本当にフォトショップとかとてもうまく使えます。ほら僕ハンサムでしょ。こういうことによって、CG がいかに僕らの日常に関わっているかが分かります。大体の方は CG という研究分野が存在していることを理解しています。これ次の例です。これは CG で自動的に作成された画像です。これはもう完璧に自動的に作成されました。もしこれが20年前ならこれが CG だと信じられない方もたくさんいると思います。しかし今なら皆さん信じると思います。これは CG 技術の発展のおかげで、ここ20年間発展してきました。で CG というのは50年近く前に始めました。1963年ぐらいです。でこの方が CG の第一人者、アイバー・サザーランド博士です。で、今はインターネット、パーソナルコンピューティング、パーソナルファブリケーション、いろんなところに進出しています。 3D プリンターをご存知の方もいらっしゃると思います。なので CG というものはこのようなもう物理的な世界に近づいていることをよくご存知だと思います。この実世界にとても近い存在なんです。で私は何を研究しているんでしょうか。私が研究しているのは実物体をどのように制御できるかです。 CG の世界の中ではマウスを持って、クリックしてこの羽をこのように動かすことができます。しかし実世界ではとても難しいことです。皆様ご存知ですよね。本当に難しいですよね。しかし、ここ50年間でコンピューターの研究でさまざまなシステムが、研究されてきました。でこれを実世界 に持ってくる番です。こちらをご覧ください。このように、3次元位置を私たちが操作できます。これは、音響扶養という技術です。これコンピューターグラフィックスだよね、CG だよねっていう人も言う人がいると思います。スクリーンの中でしか起こっていないということです。しかしデモをお見せします。このように物体を浮かして、そしてアニメーションをかけることができます。で、ほとんどもう自由自在です。ではこの技術は何のために使うことができるのでしょうか。例えば生産の目的で、もうサイズに関係なく何でも操ることができます。何でも小さいものは、宙に浮かせ、そして、CG のオブジェクトのように、マッチや、電気製品、そしてネジなどプラスチックなもの、そして、液体も浮かせることができます。なので電気回路の生産や薬品の製造によく使うことができると思います。で私たちが提案しているのは計算機ポテンシャル場です。これは例えば、音響場や磁場、電波のようなところで記述できるポテンシャルです。でコンピューターでポテンシャルを変えることにより、アクチュエーターを持たない物体を制御できます。でこのようなシステムは私たちの概念の例の一つです。このように空中にバーを作ります。ここドライアイスでこのポテンシャルバーを見ることができます。ポテンシャルバーない場合は物体は自然に落ちてしまいます。しかしポテンシャルバーを使うとこのように空中に保持することができます。とても面白いですよね。
またポテンシャルバーを動かすことによって、例えばある材料で星を作ります。でこれを流れ星にできるんです。でデジタルのものを、空中に浮かせて操作することはとても簡単です。ただこのようなものは普通静的です。なので動かないんです。でも私たちは今はもうこの実世界でそれを動かして動的にできるんです。で浮かせるだけじゃありません、テキスチャでも適用することができます。CG では物体の、グラフィックモデルのテキスチャを変えることはとても簡単です。例えば、石から木に変えるんですね。ただ実世界ではとても難しいです。なぜかというと、テキスチャというものは物質的なものからです。なのでこういうふうにとても薄いフィルムをに振動を与えて、そして、反射を変えます。なのでとてもリアルにテキスチャを変えることができます。でこういうふうに、実世界のものを反射することができます。他にも、実際のテキスチャです。なので、触り心地ですね。例えば、木や紙や金属の触り心地をまた再現することができます。でこういうふうに変えることができるんです。例えばこの革ですけど、この革が実は紙のような感じがしたり金属のような感じがするようにできます。他にもポテンシャルバーを適用することによって変形ができます。そしてもっとダイナミックにこういうふうに、ポテンシャルバーを活用することによって物体の分布をコントロールすることができます。空中に映像スクリーンを作ることとかホログラムを作ったり、あとピーターパン、ティンカーベルのピクシーダストみたいですよね。私たちはこれをピクシーダストと呼んでいます。なのでこれはスクリーンを作ったり動くアニメーションを作ったり、さまざまなアプリケーションがあります。私の目標というのは CG と実世界のギャップを埋めることです。ここ50年間私たちは、CG データを計算してきました。しかし CG は今データの世界からこの実世界に出てきて我々の考えを変えました。このように物を浮かせたり、それかピクシーダストを本物にできます。すみません、ここから半世紀というものは、CG を実体化する実地化する時代です。ありがとうございます。